ばあちゃん行くでしょ台湾。いやもう行かんといかんよ。行けるか。いや行けるばあちゃん行ける行ける。大丈夫大丈夫。だってそうから今行かんとも行けないよ。足疲れたらおんぶだ。あやばあちゃん車椅子ある車椅子ちゃんとね車椅子が見て。帰ってきたらもう。してくれたけど、小さかった自分は理解できなかったし、興味もなかった。自分自身と関係あるとはなかなか実感できなかった。何年か前、八重山にいる台湾移民の本を偶然手に入れ、それで読んでみたら、自分の家族の名前が書かれていて、ああなるほどとびっくりした。僕のじいちゃん、王母院は1930年代から八重山農業募集政策によって募集してきた植民地台湾の農民だった。